先ほどのファイトをご覧ください。うわ、どこを見渡してもトライバーニング。どうして？我が友との店内固定でございます。お相手はトラバトラバ。隣にもトラバ。なぜだ？なぜみんな揃って螺旋力に囚われるのだ？螺旋力が宇宙へ、世界を、すべて滅ぼすということを。おぉー。螺旋力貴様らのその溢れる感情が、高い意志が、逃げる魂が、この宇宙を崩壊の道へ突き進ませていることがなぜわからん。中華など不要。感情など不要。宇宙を守るためには捨てなくてはならないものがたくさんある。それを知らずに、知ろうともせずに、ただいたずらに螺旋力を使い続ける貴様らが、我々に叶う道理があるか。いな、いな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 。断じて、いなぁ。宇宙を救うため、貴様らの存在を認めるわけには、いかんのだぁ。ならば暗い、死にてみて、ビッグバン、トーン。今だと、螺旋力の力にな。おのれ螺旋力、螺旋力に。感情の赴くままに戦う貴様らが、本気で勝てると思っているのか。滅びの螺旋力、ははははははは。次は貴様の番だ。その程度の炎で私を焼け、螺旋の力に溺れた者が、よくも。これ以上はやらせん。我が腹からもこの宇宙も守ってみせる。それこそが我々の使命。異形我が腹から、反螺旋の力で螺旋族を滅するのだ。滅びよ螺旋族、貴様らに未来なの存在でも。しかし螺旋族はいつの時代も諦めた悪い。本気で我々に勝てると思っているのか。いな、あ。ならばこの宇宙、必ず守れよ。さて気持ちを切り替えて次の試合。中佐、中佐だね。なして、なしてだろうね。お相手はボンバーニーと騎士ガンダムです。気軽に踏み込んだエクストリームマッチでどうして中佐と殴り合わなくてはいけないのでしょうか。私、気になります。ただお気づきの人もいると思いますが、お相手のバーニーは熟練度がゼロです。つまり本気の期待じゃない可能性があるのです。しかし逆に言えば本気じゃない相手にもてあそばれる可能性があるわけで、いやじゃ、手のひらの上でコロコロされてないと、まあなんとかなるでしょう。なんとかしなくてはならない。逃げるなバーニー、くらえバーニー、クリスによろしくな。うわーしー。ねて、いかん。力距離を取らないと、ナイトガンダムだけに、なんつってな。試合に戻ります。ご覧の通り、騎士の剣さばきに翻弄されております。これが騎士道ですか。知って未だにどう対処すればいいのか全くわからんチンなのですよねー。参っちゃいますよねー。今はコスオバを取れる可能性があるのでバーニーを落としたいとか考えております。我が友も騎士相手に踏ん張ってますね。ええー、ぞ。ええー、ぞ。ああ、我が友が、言うことはできん。ええー、ああ。なんとかコスオバにできました。あとは騎士を崩せればいいのですが、いかがでしょう。残念ながら我が友の覚醒は飛び立てに阻まれたよ。やめ、やめれ、いっそ目の前のバーニー狙うのも熱い。許せ。許さ。許すよ。ありがたい。残り体力1ってことは根性補正がバリバリマックスなのではないでしょうか。つまりこれは戦略的体力調整というわけです。神の所要です。まあ根性補正の仕組みとか知らんのですけどね。うはははは。はちょっと勝利が見えてきました。ドキドキしすぎて心臓が先落ちしそうです。死を斧とバーニー2回狙うのどっちが楽かな。わからんちん、だべなー。仮に死に触れても抜けられる可能性があるのがお辛いところ。必死の思いで触っても無限にされるエクステンドは相当苦手です。許しがたいのです。やめてくれたまえ。やめてくれたまえ。く。持ち遊んでくれちゃって。この覚醒で決める。
我々は勝利を求める。確定敗だ。あとは触れればこちらの勝ちじゃあ。よー、起きろ、起きてください。ハリア、ハリアップなう。我が友の火柱が当たり勝ちました。勝てたのが非常に嬉しく、モニタの前で小踊りする勢いでした。してたかもしれません。相手も本気だったら秒殺だろうな。次の試合はぬ、なんだよー、もう見逃してよー。しかもデータもジョニーも苦手なのよー。わーばばばばばばば、なぜだ、なぜ再び中佐殿とぶつかり抵抗しなくてはならんのだ。エクストリームマッチのシステム的に仕方がないとはいえね、いっぱい困りますよ私は。ああ、我が友が来るな。ジョニー、やめろやめろ、そのスライディングバズは危険すぎる。連射を食らえ、敵の分断に成功、攻めるぞ。連射、連射、バズーカ、バズーカ、華麗にキャッチ。そっちの調子はどう？いけそう。螺旋力が高まってきた。そっか、ジョニー的にはトラバッテを食らそうですね。火柱で消えるものね。我が友が邪魔されないように。やっぱアプデ以降カミーユめっちゃ強くなってますよね。トラバウインがキレッキレすぎる。あれが螺旋力、突き進む進化の力。これもう自分必要ないな。今は我が友が最高潮に絶好調なので甘んじることにしましょう。そうしましょう。とはいえ自分も勝つ。あばば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 ば、無茶はいけない。そうですね、カミーユよりジョニーの方が若干でも追いやすいかな。どうかな、容赦のない螺旋力がジョニーのほてった肉体に注ぎ込まれる。そろそろ我が友も落ちそうなので安全地帯で。たあ、痛いぜ。やだ、カミーユがめっちゃ見てくる。まともに殴り合っていられるか。私はジョニーに引導を渡してくる。行くぞジョニー、覚悟なされよ。ジョニーにズボックが刺さり勝ちました。実中ハック本気ではないと思いますが、勝てて嬉しいことに変わりはないのです。復讐は大切ですからね。なるほど、中村コンビというわけか。お相手はブレイブとアトラスガンダムです。アトラスはいつになったらメデューサの矢を取得するのでしょうか。しかし中村タップというのはテーマ性があっていいですね。絶妙にクロート思考な機体なのも最高にエモい、エモい。どちらもなかなか着地しない機体と考えると結構お辛いのでは。まあなんとかなるやろ。状況としては我が友が相手にタイムダウンをちょいちょい取ってくれている感じです。蹴りのチャンス、ぐらいぐらはぬー。ブレイブの対処法ってよくわかってないのですよね。闘魂中年で無限対空するイメージはあるのですが、無限対空、つまり空中戦、スペースノイドとして負けるわけにもいかんな。みんな満身創痍なのに一人元気な赤いザクがこちらになります。ここで我が友が確定タイムです。負けじと中村ブラザーズもハイパー確定タイム。よ、ちょっとグラハムのテンションが高すぎる。ビームを食らえ、ビームを食らえ、当たらんではないか。我が友がグラハムを落としてくれました。あとはジャズ野郎を落として流れをこちらに。バズーカシュート、アンドファンサー、確定溜まったからぶつけるか。取った、ビームダメージがちょっと伸びない。置き攻め、置き攻め、グラハムも結構削れてきましたね。しかし狙うはジャズ野郎なのです。必要な武装が真っ赤だ。逃げるなジャズ野郎、絶唱しよう。なあ、おっちょ、おっちょ、いかん、これ以上はガトモが狙われるわけにはいかん。なんて思ってたらトラバのサブが全てをやっつくしてくれていました。やはり強いな。喜びの朝、悲しみの夜、いくつもの物語を歩み、兵士は戦場を突き進む。戦火の中で、戦火の手応えに手を震わせたい。ただそれだけだ。次回、赤い彗星のザク。ケビン。そこにロマンはあるのだろうか。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。